はい、どうも、皆さん、こんばんは、ワドです。今日は、2017年10月の17日、1時39分です。とつまちをします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お疲れ。とつまちしましょうか。じゃあ何の話かわからない、グダグダな話、怖い話でも何でも結構です。よろしくです。コラボ枠はめんどくさいかな。セッティングがね、環境があんま良くないね。映像が悪かったり、音声が悪かったりするから。LINE の方がいいね。LINE の方がやりやすい。音小さい。声聞こえるよね。大丈夫だよね。コラボ枠はね、ちょっと良くないんですよ。サムネが割れちゃったりするから。この環境が一番いい。LINE で凸を受けるっていうのが。BGM 変えようかな。BGM 変えます。おい、先にワード2。どんなのがいいかな。これにしようかな。これにしようか、 BGM。 はい、ペコちゃんお帰り、お疲れ。なんかグダグダな話が聞けそうな BGM でいいでしょう。 ゆるい感じでいこうよ。ゆるい感じで。それっぽいよね。終わっちゃったよ。終わっちゃったよ。あ、始まったよ。なんか終わりとつながりがあんま良くないね、これね。なんか間が悪かったよね、今ね。終了したよね、勝手にね。
なんか途切れるの嫌だな。別の BGM にしてみようか。こっち側にしようかな。こちらにしようか。かかってこないね。のんびり待ちましょうか。のんびり待とう。まったり雑談してましょう。生きてんのかな、死んでんのか分かんない。まあ、生きてんじゃないの。もういくつになるんだろう。あ、結構なババアか、生きてると思うよ。死んだって聞かないもん。全然会ってない。もう何年会ってない。全然会ってないよ。俺のこと忘れてんじゃないの。あんなのもいたなっつって。ない、大丈夫。一人っ子じゃないよ。三人兄弟、腹違いの弟が一人いるかな。家庭環境が複雑なんですよ。まあでも一人っ子みたいなもんだよ。兄弟と遊んだ記憶ないもん、ほとんど。ほとんどない。仲のいい兄弟とかあんまり、なんかなんでこいつらこんな仲いいんだろうみたいな疑問があるね。すごい嫌われてたね、兄弟から。もう妹も子供がいるらしいよ。想像つかないよね、妹に子供がいるって。どうなってるんだこれみたいな。似てる。俺の妹は M フローのリサに似てるから M フローってあだ名だったね。俺の同級生はみんな俺の妹のこと M フローって呼んでたね。すごいあだ名じゃない。 M フローだよ。なんか外人っぽいんじゃん、ちょっと。
おー、レレレさん、久しぶり。らしいってどういうこと？どういうこと？ちょっとよくわかんないよ。今ね、とつまちをやってますね。なんだかわからない話をリスナーさんにしていただこうと思って。とつを待ってますね。メイオイは可愛いんだ。まあ、会うことはないだろうな。別に会ってもいいけど。まあ、会う条件はカメラ回していいだよね。会ってもいいけど、カメラ回すよっていう。その面白すぎるでしょ。なんか10年ぶりぐらいに会う妹とかさ。もうネタにしかならないよね。おい、小さいいらっしゃい、わざつ。そっくり。まあまあ、血がつながってるから顔はそっくりだろうな。顔は似ると思うよ。はい、空の人さん、こんばんは。おい、ワードツー。そうそう、これは昔、メインテーマにしてた曲だね。最近使ってないけど。最近はこれでやってるかな。家族は解散したの？まあ、親父が離脱をしたかな。親父が一回離脱をしたんだけど、俺が小学4年生の時に親父は家族辞めた。始末家辞めるわ、つって。どっか行った。まあ、解散だね。そうだね。俺も離脱したんだけど。何の話か分かんない話。その、怖い話なのか、キモい話なのか、感動する話なのか、何なんだこのジャンルの話はっていう話ってないですか？そう、ふわーっとした話ってあるでしょ。それを僕に聞かせてくださいっていう。これ何のジャンルですか？この話題っていう。どんなグダグダな話でもいいですね。イコライザーかけらんないかな？イコライザーは多分かけらんないですね。はい、かけらんないです。子供の頃の兄弟間で少し笑える話はありますか？ああ、じゃあ僕からいいですか？何の話か分かんない話を。母親がすごい天然なんですよ。もう、絵に描いたようなザ天然な母親で。で、まあ、俺の名前が高光って言うんだけど。で、妹が瑞穂って言って、で、弟が文人っていうの。で、まあ、兄弟多い家族だったら、わかると思うんだけど、呼ぶときに母親がこう、名前を間違えたりとかするじゃないですか。例えば僕の名前だったら、おい、高光とか、妹呼ぶときは、おい、瑞穂とか、妹か、弟呼ぶとき文人とか言うじゃないですか。で、まあ、母親が天然だし、よくテンパる母親だったから、なんか怒ってたりとか焦ってたりすると、俺のこと、おい、文人、文人とか言うの。で、いや、高光だから、みたいな。お前がつけた名前だし、みたいな。いうことはよくあったんだけど、一回考えられない間違い方をされて、俺がリビングで窓際にこうやって座ってテレビを見てたんですよ。で、ここに窓があるのね。ここに窓があるの。そしたら、母親がなんか慌てながらダダダーって走ってきて、俺のことを指さしながら、なんて間違えたかっつったら、窓網戸雨戸って言われたことはあるね。高光だわ。何の話かわかんないでしょ。
こういう話を募集してます。はい。窓、網戸、雨戸って間違えられた。それくらい母親はすごい。心霊スポット行ったはずが別の恐怖にあった話。ああ、ぜひぜひ、LINE かけてきてください。いや、そういうエピソード、母親のバカトークだったらいっぱい出てくるよ。母親のバカトークだったらいっぱい出てくるね。心霊スポットに行って別の恐怖の話は聞いてみたいかな。ああ、もう一個母親の話あるっつんなら、僕あの結構その普段っていうか子供の頃から太ってて結構丸い体型だったんですよ。いや、ジャンルがわからない話を聞きたいんですよ。で、最後に俺が今の話何のジャンルかっていうのを俺がこう滑らない話ですで判定をするっていう番組なんですね。だからソアラの人さんはなんだかわからない、ジャンルがわからない話であればあるほどいいの。今の話は滑らないとかそういうコンセプトなんで、あの何でもいいんです、どんなジャンルでもいいんです。トツマッチは、はい、ジャンルが違うとかないです。何の話だそれっていう話を求めてるんです、僕らは。例えばそのソアラの人さんがまあ話してくれると、そしたら、こう俺がテロップを考えて、じゃあ今の話判定しますよ、ドンみたいな、めっちゃ怖い話とかっていう番組なんで、なんだか分かんない話でいいですよ。全然 OK です。もうグッダグダであればあるほどいいっていうグッダグダで構わないです。あ、20分後ぐらいでも全然大丈夫です。全然大丈夫です。お待ちしてます。あ、滑らない話をしてくださいとか、怖い話をしてください、面白い話をしてくださいじゃないの。和藤さん、この話にタイトルつけてくださいっていう話。何でもいい。どんな話題でもいいです。トツお待ちしてます。あ、例えばさっきの話の続きなんだけど、母親の話をすると、小学2年生ぐらいだった頃なんだけど、あの子供の頃から太ってなんですよ。で、今よりも太ってなのね。ぷっくりもまん丸の男の子で、で俺結構その厚着をしない子供だなんですよ。昔から半袖ハーフパンツみたいな。で、秋とか冬とかでも結構そんな感じで歩いてたんだけど、あの、おばあちゃんの家に、俺ら兄弟3人が泊まりに行ってて、で、1ヶ月間ぐらいばあちゃんの家で過ごして、冬休みだったかな。で、まあ学校始まるから帰ってくるっていうところに、母親が駅で待ってたんですよ。で、そしたら、俺まあ高光って名前なんだけど、まあ母親からタカタカって呼ばれてたのね。で、それで母親がバッてこう駅で会った時に、タカ、半袖寒くないの？タカ、半袖寒くないの？って言ったの。で、俺は寒くないよって言ったら、隣のホームレスが切れ始めたの。駅から出て、隣のホームレスのおっちゃんが、なんだてめえこの野郎！って母親に切れて、逃げろーっつって母、駅で家族3人と母親と4人で走ってそのホームレスから逃げたことがあったんだけど、母親は変な人ね、なんであの人急に私に怒ったんだろうってずっと分かってなかったんだけど、俺だけは分かってたの。あのホームレス半袖だったんだよね。で、タカをバカと聞き間違えてて、そのホームレスのおっさんからしたら、その知らないお母さんにバカ半袖寒くないの、バカ半袖寒くないのって煽られてたから、
ホームレスのおっちゃんは俺の母ちゃんにマジギレしたっていう、そういう話もある。 そういうエピソードは、5万とあります。 でも母親はバカだから気づかない。まあ一番驚いた話もあって、まあ母親の仲悪くなるんですよ。まあ思春期だった頃もあったりとかいろいろあって、でも母親疎遠で、俺はもう16歳ぐらいで一人暮らしを始めてて、でまあ家族、まあ実家の近くだから自転車で30分40分のところぐらいに住んでて、でもう母親とも2年ぐらい会ってなかった。で、もう家族だけじゃなくて、俺の母ちゃんはアホだっていうのは、もう同級生中に知れ渡ってるっていうか、結構名物、気違いババアだったのね。で、ある日、まあ仕事を帰ってきて、夜、どうやって過ごそうかなってやってたら、同級生から電話かかってくるんですよ。大変だと。おい、島津、お前知ってんのか？いや、何の話？まあ変な電話だな。で、まあ、僕が住んでたのは成田の町なんですけど、まあ、成田の町はですね、まあ、何にもない、本当に何にもない、空港と成田山っていうお寺があるぐらいの町だったんですけど、なんとですね、郊外にね、ショッピングモールセンター、イオンショッピングモールセンターっていう、でっかいね、ショッピングモールセンターができてたんだけど、友達から電話かかってきて、お前大変だぞ。何？お前の母ちゃんが、男とデートしてたぞ。え？どこで？イオンショッピングモールセンターで手つないで知らない男と鼻歌歌いながら買い物してたぞ。は？で、なんで俺はってなったかっていうと、妹が高校1年生、弟中2だったんですよ。もう何を考えてるんだと。まあ、母親、片親ですから。まあ、そんなね、まあ男がいるのは百歩譲って全然いいんだけど、まず友達から情報が来て、で、妹も弟もドストライクの思春期だから、もう頭に来て、もう説教するわ、つって2年ぶりに実家帰って、おいって怒鳴り込んだら、再婚してるの知らないの俺だけだったんだよね。え？ 私再婚してるけど。っていう話もある。すごいでしょ。びっくりするでしょ。俺、親の再婚知らなかったの。知らされてなかった。 あでしょ。いや、弟も妹も知ってるし、あんただけだけど、みたいな。いや、すごいでしょ。それくらいバカなの、俺の親。びっくりしたよね。あんみたいな。 あ、そうなんだ。 とりあえず帰ろうみたいえってなるよね。すごいよ。 家庭環境が複雑すぎる。あ、面白い。ありがとう。まあだから、そういう歪んだ家庭環境で育つと、俺みたいな、子供が出来上がるっていう。ぐれる。ぐれた子供が生まれてくるんだよね。タイミング全然いつでもいいっすよ。今、どうぞどうぞ。かけてきてください。ソーラの人さんの都合で大丈夫です。よろしくお願いします。こちらはスタンバイ OK なんで。つながってないね。つながってない。Thank you.
起きた。ちょっと待って。あ、どうも。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。はい、では、お話の方お願いします。ですね、心霊スポットに、行ったんですけど、ほうほう、そこが、北関東で、片側が塞がれてて、片側が塞がれ、道路ですか？もうトンネルなんですけど、ハイトンネルで、奥がもう塞がってて完全に埋め立てかなんかで。はいはいはい。で、手前がちょっと網が張ってあって、そこが引き上げてあって、入れるようになってるんですよ。人が一人ずつぐらい。はいはいはい。で、そこに行った時に、まあ夜中だったんですけど、はい。で、まあ、霊感のあるやつみたいな感じのやつもいて、うん。で、奥までまあ歩いて行ったんですね。はい。で、そこまでは良かったんですけど、はい。その後戻ったんですよ。トンネルを戻ると。もう、はい。もうトンネルの中で、まあ奥まで行って埋め立てられてるんで、戻ろうっつって。はい。で、まあ、おっかないからさっさと帰ろうと思って、怖いな、怖いな、とか言いながら戻ってて。はい。で、その入ってきた、まあ、出入り口のところに、はい。着いたんですけど、はい、何か黒い塊が見えたんですよ。おぉ。これ、熊だと思って。あ、熊？熊だったと思うんですけど。おぉ。まあ、結局、なんていうんですかね、結局出るにも出れず、うん、心霊スポットの中で2時間ぐらいただただ怯えるっていう、うん、悲惨なことに出くわしたことがあります。うん、じゃあ、今の話判定しますね。はい。はい。いきます。いきまーす。熊の話です。熊？熊の話。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、します。はい、何だったんだよそれ。結局何なのっていうね。そこが一番知りたいのに、そこ2時間何かわからない黒い物体と戦う話だね。うん、すごいな。何だろうね、その黒い物体は一体なんだ。怖い話ではないよね、なんかね。その、何の話なんだろうね。その黒いのは何だったんだろうね。うん。いや、まあ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 。まあ、熊の話だよね。うん。何だろうね。そうそうそう。うん、この話は、熊の話ですよ。サイズ的にクマだったんだ。じゃあクマの話ではないですよ。そうなってくるとオチが変わるのであればこうなりますよ。いきますよ、いきますよ。クマの話ですね。そうなるとクマの話です。クマ話です。はい、うん。あ、でもまあクマが出たら怖いよな。クマが出たら怖い。うん。うん、まあ。怖いわな。でもね、田舎の方だったらクマとかタヌキとか出るよね。いや、クマってなるでしょ。うん、はい、ということでね、なんだかわからない。この話一体何なんだっていう話を募集してます。そりゃクマった、クマったっつってね。まあでも2時間怯えるのは嫌だな。2時間は長いな。ん？まあ、2時間ね、トンネル、心霊スポットのトンネルは怖いよね。ちょっと嫌だよね。うん。あ、ちょいちょいある。あ、じゃあ、ま、もうぜひぜひちょいちょいかけてきてください。どんどん募集します。はい、お気兼ねなくどんどんかけてきてください。もうグダグダで全然 OK っていう。渾身のなんだかわかんない話を募集してます。
渾身のなんだかわかんない話を募集してます。まあね、生きてたらね、変な話いっぱいあるよな。なんだかよくわかんねえなとかさ、モヤモヤするとかさ。あと、スピリチュアルな話も聞きたいね。なんか不思議な体験とか、素敵やんっていう話も聞きたいね。なんか感動系の話とかさ。後輩が追いはぎされた事件。ダメだよ。そんな美味しい話は、コメントに書いちゃダメだよ。それこそ聞きたいでしょ。そんな美味しいトークは、ねえ、コメントじゃダメだよ。追いはぎ？何それ？追いはぎに遭った人なの？ひき逃げか。ごめんごめん。ひき逃げを追いはぎって読んじゃったね。ひき逃げをされた。あ、俺の弟もひき逃げされたことあるな。でも、ひき逃げをされてよくわからなくなるケースってなくない？ひき逃げされたわーで終わりじゃない？その後の展開ってあるか？大変だったねーとかさ。ごめんごめん。俺最近ね、頭バグってんだよね。ろれつが回んなかったりね、コメント読み間違いよくあるんだよね。申し訳ない。ひき逃げね。なんでひき逃げを俺追いはぎって読んだんだろうね。頭湧いてんのかな。何？大変でしたねで終わるよね。ひき逃げされた。あ、大変だったね。大丈夫？みたいな話だよね。でも未だによくわからないっていう、どんな展開なの？それ。どんな展開なの？一つかけてきます？ コメントじゃなくて、それはもう、そういう話はね、ガンガン突っかけてきてくださいね。かぶってもいいですから。何回トライしても構いませんから。もう、リスナーがどうとかじゃないですから。空気壊しませんとかじゃなくていいですよ。もう、ガンガンかけてきてください。なんだろうね。昨日のラップで疲れてんのかな？あ、でもね、ここ最近ずっとこんな感じなんだよ。ちょっとお酒飲みます、KP。エンジンかけよ。よくわからないゆる。あ、聞きましたね。ちょっと待ってください。どうも。あ、たびたびよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。恐縮でございます。あ、ではお願いします。ですね、後輩が、飲み屋街みたいなところで歩いてたんですけど、ほうほうほワンボックスにひき逃げされたんう。 うん、ですね。で、ちょっと飛び跳ねるっていうか、ちょっと跳ねられて飛んだんですよ、後輩が。ほう。で、その車はその車でやっぱ逃げていくじゃないですか。はい。で、その車はなぜかハザードを焚きながら逃げてたんですね。ほう。ごめんね、みたいに。で、後輩は後輩で、ハザード焚いてたからいいやとか言って、片足引きずりながら普通になんか歩き出しちゃったんはい。です。で、そこでひき逃げ事件終わっちゃったんです。何これみたいな。ああ、なるほど。そうなんですよ。よくわかんないじゃないですか。よく、なるほど。じゃあ、今の話、どんな話か僕が決めていいですか？はい、どうぞお願いします。はい、いきまーす。今の話はですね、バイオハザードの話ですね。なるほど。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。失礼します。ハザード焚いてるからいいやか。新しい展開だね。心が広い。はい。ありがとうございます。
あ、おやすみなさい、リコさん。おやすみなさい。なんだろうね。天然だね。酔っ払ってたのかな。ワンボックスに引かれて結構飛ばされて、ハザード耐えてるからいいやってすごいよな。すごいね。後輩の判断力は何かが間違ってるよね。絶対に何か間違ってるよね。いまだによくわかんない。答え出ないよね。ね、よくわかんない。まさにこの企画にもってこいの素晴らしい、完成度の高い話でしたね。ありがとう。店の鍵、施錠を確認してきます。お邪魔しました。あ、行ってらっしゃい、あやちゃん。あやちゃん、経営者なのかな？店の鍵って言ってるからね。お気をつけて。ハザード耐えてたからいいや。怪我はしたんじゃない？ 怪我はしたんじゃない？あ、でもね、俺もね、俺も すごい経験をしたことがあって、実は僕、子供の頃、大怪我っていうのをしたことがないんですよ。ほとんど、もう、ほんと幼稚園の頃とかは、入退院を繰り返すような子供だったんですよ。でも、骨折とか、未だに経験がなかったの。ただ、弟がすごい多かったのよ。で、ある日、大きな怪我よくあるんだけど、自転車から学校から帰ってきたら、家の玄関が、門つうか、垣根っていうの？石の垣根が、垣根っていうのかな？なんか、あるじゃないですか。一軒家持ってあって。で、階段登って玄関に行く。で、その階段登ると庭があるみたいな。一軒家だったんだけど、自転車をね、家の中に入れようと思ったら、階段の、玄関に行くまでの階段のところで、弟が、こうやって倒れてるんですよ。階段に で、わーってなって、おい、どうした？どうした？っつったら、わーって、わーってなって、寝てるから、どうした？って言ったら、ひかれたって言って、ひき逃げされてたんだよね。で、弟に聞いたら、え？って、何？って聞いたら、いや、学校の帰りに沼があるだろうって。あるあるねって。で、そこを通ってたら、車にはねられたんだと。ほうって。で、どうしたの？逃げられたの？って聞いたら、いや、家まで送ってもらったけど、痛すぎて倒れてたんだって言って。それひき逃げだよって言って。だけど、そのおっちゃんには、小学生だから、どうすることもできないわけですよ、弟は。だからまあ、そのままひき逃げ、家まで送ってもらってひき逃げされたっていう話とか。あと一番びっくりしたのは、なんだ、小学5年生の時、お泊り学校みたいなのあるじゃないですか。学校の施設に行って、他の施設に行って泊まると。で、帰ってくるじゃん。そしたら、保護者の方が、高光くん、高光くんって、家帰るときに、お母さんが慌ててんの、近所の。誰だこのおばさんとか思って、送り引き逃げです。引き送り逃げですね。で、おばさんが慌てて、今から病院に行くの、弟くんが大変なのって言って、乗ってって言われて、え？と思って またみたいな。で、車に乗せられて、知らないおばさんの。で、病院に行ったら、すごいうめき声つうか、うーみたいな声が聞こえんのよ。弟の声で。何？たら、弟が太ももに穴が開いてんの。これくらいの鉛筆ぐらいの穴が開いてて、そこに綿をねじ込まれてんの。 医者にぐいぐい綿を詰め込まれてて、うーみたいになってて、何があったのっつったら、そこの友達の家のでっかい犬に噛まれた でっかいハスキー犬に噛まれて、その傷の穴を消毒してるところに出くわしたことがある。
んだかこいつすごい不幸だなっていうか、なんかそういうの多かったね、弟は。いや、びっくりしたよね。だからそういう星の下に生まれてるんだろうね。浜ちゃんこんばんは。そういう星の下に生まれてるんだろうな、多分。石野って今、いや、配信やってるよ。ふわっちで配信やってますよ。俺は連絡取ってないね、最近。今、埼玉にいるんじゃなかったかな。今、多分ね、東京にいないっすよ。もう旅配信始めてんじゃないの？引き送りされた弟さんの姿を想像した。いや、なんか変な天然なんだよ、弟も母親の血を引いてて。だからなんつうの、ちょっと運が悪いんだよね、俺の弟。ブラックバスやウシガエルを捕食するよくわからない後輩の話。ああ、いいですね。ソアラの人さん、この企画向きですね。仕事中なのに、もし大丈夫であれば、じゃあ、そのわけのわからない話、ぜひぜひ。ぜひ、はい。ブラックバスやウシガエルを捕食するよくわからない後輩の話。ウシガエルとかブラックバスをなんで食べるんだ？こんばんは。なんだかわからない話を持ってる方は、ぜひ、僕の放送で電話をかけてきてください。旦那が聞けって言ってたんだ。弟さんの怪我の程度。いや、だから、犬に噛まれたって、がっつりグーって噛まれて穴が開いたっていう。 怪我の程度で、お、来た来た。ちょっと待ってね。あ、もしもし。あ、たびたびすいません。いえいえ、もう大歓迎です。よろしくお願いしまあ、す。すいません。恐縮です。はい。ですね、ここで動画も残ってるんですけど、僕の後輩がですね、はい。ドブ沼とかで釣ったブラックバスとかをその場で焼いて食べちゃうほう。んです。で、ウシガエルとかも食べちゃうんですけど。はいはいはい。で、まあ、内臓とかも取らずにそのまんま。はい。はい。で、まあ、その後輩、家が金持ちなんですよ、結構。はい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 。え、金持まあ、ちハなイエの？ースが2台止まってるような家で、ほう。で、そこの後輩が、なんていうんですかね、親から寿司食いに行くぞって電話があって、はい。ただその後輩が、俺はそんな安全のなんか確認した魚はつまんないから食わんって電話切っちゃったんですね、一緒に釣りやってた時に。安全なものは食わん。安全なものは食わない。で、その後輩に一番好きな食べ物は何ですかって答えたら、タガメって言われたんです。よくわからないじゃないですか。おお。なるほど。わあ、高で、い。まあ、彼まだ生きてるんですね。はいはい。あ、そ死れんがだ。僕一番よくわかんないです。おお、なるほど。はい。わかり以まし上です。た。はい。おお、なるほど。難しいですね。じゃあ、今の話。なんだろう。今の話、なんだろうな。なんだろうね。この話、難しいな。晒さないとか、周りに広めなければ、動画残ってるんで送ります。いや、大丈夫です。僕、晒 すの大丈が夫仕事なんで。はい。よくわかんないな。じゃあ、いきますね。はい。はい。タガメの話です。はい、すいません。はですか？ 高めの話ですね。い。了解しました。失礼します。失礼します。これは、すごい困るな。皆さん、この話、何の話だと思います？この話、何なんだろう？
なんだろうね、世界観がいいね。世界観がすごいね。タガメ なんか話の方向性がグッてカーブするから。うん。あ、おやすみなさい。おやすみなさい。ねえ、たまにいるよね、アリンコ食ってるとか。なんだろうね。バイオハザード2にしとけばよかったね。イムタさんうまい。そうだね、バイオハザード2だね、これは。後輩全員なんかね、バイオハザードのゾンビみたいな話だからね。つまらん話。なんだろうね。まあ、なんだかわからない話を募集してます。なんだろうね。金持ちなのに安全なものを食べたくない。なんだろう。よくわかんない人っていっぱいいるよな。あ、ありがとうございます。本当に。3つの話をご提供いただき。僕的には、2番目が好きですね。2番目がすごい良かったです。ありがとうございます。ハザード、バイオハザードの話が面白かったですね。ひき逃げにあった話は面白かったな。なんだかよくわかんない人っていっぱいいるよな。ひき逃げの話面白かったよね。ハザード焚いてるから仕方ねえかみたいなね。どういうことっていう。でも地元にさ、生主の面白さと違って、地元にすっげえ面白いやつとかっているじゃん。そのトークとかができるわけじゃなくて、本当になんかすごい面白いおばさんとかさ、先輩とかいるよね。なんかそういう話も聞いてみたいかな。地元にいるすごい変な人。やっぱり成田にもいたもんな。バカ野郎おばあちゃんとか、10円おばさんとか。あ、10円おばさんね、100円おばさんだ。成田の駅前に現れるホームレスのおばさんで、100円くださいって声かけてくんの。もう全員に声かけんの。駅から出てくる人に。で、100円何に使うの？まあもう知ってたから、地元有名だから、また100円おばさんいたよ、みたいな。で、まあ、あげてみるか、みたいになって。じゃあお前行けよ、みたいな。で、駅の方で友達待ってて、見てる。で、100円おばさんに近づいてくると、もう、100円いただけませんか？って言ってくるのよ。で、俺は、100円からドラマは始まらないと思ったから、あれだよ、中学生だよ。みんなで金集めて、1000円渡してみようってなったのよ。その100円をもらうとどういうリアクションするのか知ってたの、俺らは。100円いただけませんかって言うと、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございますって言って、めちゃめちゃ感謝しながら去っていくのよ。で、それは分かってたから、もう100円おばさんは100円で喜ぶっていうの。だから1000円あげたらどうなるんだろうと。だってさ、10倍のお金なわけですよ。100円欲してる人に1000円与えたらどうなるのかって言って、100円くださいって言って、ああって言って、その財布から1000円札出したら、わあってなって、多すぎるって断られた。私には1000円は大きすぎますって俺断られたの。で、違う人に100円いただけませんかって言って、俺はすごいと思ったね。なんか普通だったらさ、900円のお釣りが来るのかとかさ、いろんなパティーンを想像するけど、受け取らなかったんだよ。あれはちょっと俺の中で衝撃だったかな。あ、だるまさんはこっち、初見さんもいらっしゃい、楽しんでってください。100円じゃないとダメだったの、そのおばあさんは。その人から、他人から100円もらうのはずうずうしいんだけど、あと、私には大きすぎますっていう、その、一言。
それもよくわかんないよね。私には大きすぎますっていう。で、そのおばあさんに、俺、大人になって18歳ぐらいの頃も会ったことがあるんですよ。かっこいいよね、ちょっとね。で、俺はもうわかってるわけだから、1000円渡してもダメだっていう。で、100円くださいがまた来たのよ。で、ああ、懐かしいと思って、まだ言ったんだ、このおばさんと思って、俺はもう答えわかってるから。ただ、やっぱり100円渡しても、やっぱりドラマは始まらないわけだから、俺は100円渡さなかったんですよ。100円渡さないと次行くっていうのも分かってたんだけど、俺はあえて言葉を問いかける方向にシフトして。あのね、おばさんねって。みんな働いてるんだよって。で、俺、おばちゃんに100円渡してもいいと。ただ、おばちゃんがその100円で何するかを知りたいんだよね。教えてくれる？もし教えてくれたら、ちょっと考えるよって言ったら、デイリー山崎を指さしたの、駅の下の。駅がこう高台になってて、デイリー山崎を指さして。おにぎりが食べたいっていうの。うん。あ、100円だね。じゃあ今からデイリー山崎に行こうって言って、100円を渡さずに、俺おにぎり買って、おばちゃんに渡したの。そしたら、で、舌打ちされてどっか行っちゃったんだよ。何だったんだろうみたいな。100円でおにぎり買うんだったら、俺おにぎり渡して正解なわけじゃん。だから嘘をつかれたんだよね、多分俺。いや、舌打ちをされて、みたいな、なんか小馬鹿にされたみたいな。だから、100円おばさんは100円以外受け取らないんだよ。ありがとうじゃなかったの。やっぱね、変な人って独特の感性があるんだよね。あれ、未だによくわかんないんだよな。いや、10倍、だから、そうだよ、10倍のお礼を用意してなかったんだよ。私には大きすぎますっていう。そういうことだよね、1000円のパターン。好きな具じゃなかったのかな？いや、多分ね、具も合ってる。そこで買う、なんかシーチキンおにぎりみたいな、ツナマヨおにぎりみたいな。なんかね、独特なんだよね、感性が。あと、まあ、成田の有名人、もう死んじゃったんだけど、バカ野郎おばあちゃんっていう人もいたね。ああ、10円玉10枚のパターンとか、いろいろ気になるよね。ね、1円玉100枚はどうなるのかとかさ、多分それだけで生計立ててるんだろうな。でもなんか後輩の時にはやっぱ変人の世代が変わってて、なんか、近所のっていうか、そいつらの同級生になんか変なお母さんがいるって。で、変なお母さんがいるんすよってなってて、どれくらい変なの？って聞いたら、壁を走るんです。よく、もう生まれて初めて聞く単語を後輩から聞いて、変なお母さんがいるんですって言うと、え、何？って聞いたら、壁を走るっていうの。で、壁走りって呼ばれてるんですよ、そのお母さんって言って。へ えって。で、どういうこと？ってなって。いや、もう破天荒で、なんかもう、奇声を発しながら追っかけてくるんですけど、一回いたずらをして、もうそのお母さんがリアクションが面白いんだよね。いや、壁走りはね、放り下げるよね。で、すげえヒステリックなお母さんで、いたずらすると奇声を上げながら追っかけるって、で、もう、ボコボコにされるんだって、子供が。で、一回なんか、本気で怒らせてみようってなったらしくて、なんつうの、バラック小屋みたいなさ、平屋の家ってあるじゃん。成田、いっぱいあるんだよ、そういうの。安い物件の。で、同級生はいじめられっ子っぽい、ちょっとおとなしい子なんだけど、まあ、母ちゃんが面白いということで、みんなが集まって、その家に消火器を ばらまいてみようと。で、どうなるのかって言った時に、
その同級生たちがわーって言って、部屋の中にその母ちゃんがいる今のところでブワーって消火器巻いたら、めちゃめちゃ怒って走ってくると。で、その時にカーブを曲がったんだって、子供たちは。カーブを曲がったら、お母さんはこう追っかけながら、壁を伝いながらジャンプして追っかけてきたって。で、それで壁走りって呼ばれてたっていう。すごくない？ミニ四駆みたいじゃん。なんかこう、わかる？なんかこう F1 とかみたいな、こう壁を、壁の、こうタッ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 って走って、このスピードだと曲がれないわけよ、急カーブ。だけど、なんかミニ四駆の必殺技みたいだよね。お母さんは、こう壁を走って、そのままジャンプして、急カーブを成功させたっていう。すげーってなってたらしいよ。その同級生の中では。すごいよね。いや、妖怪扱いっていうか、まあだから妖怪として扱われてたよ。だから、でも、すごい、くの一奏法だよね。人間は本気になるとこんなことができるんだ、みたいな。あと、その、あと、バカ野郎おばあちゃんって言って、その駅前に現れるんだけど、もうすごいのよ。もうとんでもないアウトローのおばあちゃんで、もう超有名なの。で、当時ネットとかなかったけど、今で言ったらもう絶対ツイッターに上げられたり、もう炎上する人なんだけど、ずーっと、バカ野郎って叫んでんのよ。何かに向かって。で、その、バカ野郎バカ野郎ってもう、もうすれ違う人全員にバカ野郎を浴びせるのよ。もうすごいのよ。駅前ずっと叫んでんの。バカ野郎って、バカ野郎って。ね、バカ野郎おばあちゃんって呼ばれてたんだけど、まあまあ、もう超有名だし、みんなもう、毎度おなじみバカ野郎おばあちゃんなんだけど、ある日、いや、バカ野郎おばあちゃんの新しい側面を見たって言って、え？って、バカ野郎おばあちゃんは何言ってんだよって、みんな知ってるよ。まあ、歩いてすれ違う人にバカ野郎って言ったりとか、まあ、ただそれだけだよ。まあ、ぶっちゃけ最初見た時は衝撃的だったけど、ものすごい声でね、バカ野郎って叫ぶから、まあ、初めての人はびっくりするけど、俺らはもう壁走りも知ってるし、100円おばあちゃんだっているんだと。バカ野郎おばあちゃんはそんなに面白くないよって言ってたんだけど、いや、ちょっとバカ野郎おばあちゃんが新しい行動に出たと。そいつは夜中アルバイトの帰りに、こう歩いてたんだって。で、そしたら、バカ野郎おばあちゃんを見たんだよ。だけど、バカ野郎おばあちゃんが近かったのが、公衆電話の受話器を持って、どこにも繋がってない電話なのに、その受話器に向かって、バカ野郎ってずっと叫んでたんだって。あ、それは新しいわ。そんな側面もあるんだと思って。すごい画期的だったね。当時としては、斬新な手法だったね。いや、もうすごかったよ、バカ野郎おばあちゃん。懐かしいなあ。あとね、バカ野郎おばあちゃんはもう後半戦になってくると、トイレで、トイレじゃなくてね、バカ野郎おばあちゃんじゃなくなってて、ね、駅とかでね、もうね、パンツ脱いで脱糞してたね、最後の方は。さすがに警察沙汰になってたね。ちょっと、バカ野郎おばあちゃんまでだったらいじれてたんだけど、あんまりいじっちゃいけない人みたいになってた、本当に。あかんっていう。みんな止めてたもんね、駅前の人と。やっぱ田舎だから優しい。ダメだよって。いろんな変な先輩いたな、先輩とか、名物。で、なんかやっぱり当時、ほら、配信とかなかったじゃん。ムービーとかも撮れなかったし。でもね、2チャンネルにバカ野郎おばあちゃんのスレッドはあったらしいよ。ローカル変人いたみたいなので。クソ、うまいな。クソ野郎おばあちゃんに変わっちゃった。だからさ、今ってさ、ネットでさ、変なやつを発見するのさ、すぐ特定炎上になるじゃん。だから、それこそ、なんだっけ、死んじゃった人いるじゃん。なんだっけ、なんとかおじさんっていたじゃん。電車の中で死んじゃった人。なんだっけ。なんだっけな。
生の喜びおじさんってそういうジャンルの人だったんだよね。その地元にいる変な人みたいな。いまだにでも、生の喜びおじさんではないけど、電車の中で叫んでる人結構東京いるよ。東京結構いる。だから、本来だと、うわーとか、地元でローカルで有名な人とか、なんか変な人見たわーみたいなジャンルの人なんだよね。そういうの、そういう人が、なんかこう、拡散されやすくなっちゃったんだろうな。風船おじさんって何？生の喜びおじさん死んじゃったよ。死んじゃったんじゃなくて殺されたんだよ、あれ。殺されたっていうか結構問題になってて、喧嘩になっちゃったのよ。うるせえよみたいななんだかんだで殴り合いになっちゃったのが、生の喜びおじさん殴っちゃったの。そしたら駅から引きずり出されて、男4人か3人か忘れたけど、羽交い締めにして、で、一人の男の人がチョークスリーパーかなんかかましちゃって、そのまま窒息死して死んじゃったんだ。生の喜びおじさんは、だから、殺した人を許さないみたいな、罪に問われるのかとか。ね、テレビにまで出演してたからさ、なんか、いたたまれない気持ちになるよね。死んじゃったんだよ。残念だよね。そうなんだよ。まあでもよくよく考えたらロハコさんとかそういう存在か。ロハコさんとか今では俺普通に友達だから何の違和感もないけど。小学生の時にロハコさんに出会ったら、ねえ、インターネットがなかったらすげえ有名なおじさんになる。なんかすげえでかくて、子供みたいなおじさんいるよねってなるよな。なるわな。よくよく考えたら、浅井さんとかもそうだよね。俺の周りにいる人が、そういう人ばっかりだわ。なんかすげえ若い、ホームレスもいるとかね。タバコ一本くださいよって言ってくる やつとかもいるってなるもんな。よくよく考えると生主ってそういう存在か。まあ通学路にロハコさんがいたら結構衝撃だよね。また凸がかかってくるかもしれないですね。なんだかわからない話かかってくるかもしれません。ちょっと凸を待ちましょうか、じゃあ。来たかな？来たかな？はい、もしもし。こんばんは。あ、こんばんは。女性の方ですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。想像できなかった返答ということで、ほうほう。実家に帰ってた時にですね、はい、実家。母と、母と一緒に料理をしてたんですよ。で、その時に、コンロの炎がですね、はい。ちょっと荒ぶっていたんですね。荒ぶっていた。で、あれこれちょっとこの日は危ないなって思ったので、うちの母に「母さん、コンロの火が危ないから気をつけてね」って言ったんですよ、私は。で、その時帰ってきた母の返事が想像を絶する返事で、一言バレたかって言ったのね。
で、はいってなるじゃない？なりますね。そしたら、実は、コンロの火が体に燃え移って火だるまになったって言われて。なるほど。はい。それだけなんだけど、い。ちょっと、誰も想像つかないだろうなと思って、おおお。話ししてみました。ああ、とても素晴らしい話、ありがとうございます。ははい。い。ありがとうございます。はい。とんちんかんな話ですね。ありがとうございます。ちょっと面白いな。バレたか。予想しなかったな。すげえ、綺麗な、なんて言うんだろう。テンプレートのようないい話でしたね。ありがとうございます。素敵なお話を。なんか、いいね。この凸、いろんないい話が聞けるね。火危ないよって。お母さんって面白いんだね。バレたか、っつって。なんで火目線なんだよね。なんで火側のコメントなんだよっていう。あ、面白いね。いい話だな。素敵な話をありがとうございます、本当に。和道って一風変わった人たちとなんでそんな仲良くできるの？俺ね、実はね、子供の頃からなんだよ。あのね、普通の人って多分、変な人を見た時に怖いって考えるでしょ？多分。要はなんかされるんじゃないかっていう風に、なると思うんですよ。だけど俺は、この人と関わってみたいとか、この人がこういう風に言ったらどうなるんだろうっていう、その好奇心みたいなものが勝ってしまうタイプなんですね。だからね、多分ね、おう、あやちゃんお帰り、楽しんでって。あのね、普通の人は、この人と関わったらなんかされる、怖いってなるじゃん。だから、話しかけられないんだよ、そういう人って。あんまり。要は話しかけるのは得意だったりするんだけど、話しかけられないから、結構ね、喜ぶの、そういう人って。だからね、噛み合うんだと思いますね。一風変わった人と。要はね、多分ね、何かを伝えたいんだよ、人に。バカ野郎おばあさんも、実はそのバカ野郎の中にいろんなバカ野郎があると思うの。もう俺の勝手な想像だよ。何に対してバカ野郎って言ってるのか、普通の人は何あの人で終わっちゃうじゃん。だけど俺はバカ野郎おばあちゃん、今だったら、何に対してバカ野郎なんですかとか、なんでこういう活動を始めたんですかみたいなのを切り込んでいくタイプなんだよね。そっち側に興味があるっていう。だから仲良くなるっていうよりも、バカ野郎おばあちゃんからしたらさ、もう待ってたって感じじゃん。やっと現れたってことでしょ。だって世間に向かってずっとバカ野郎って言ってるには意味があるわけだから。だからワンピースとかもそういう話だと思うよ。ワンピースの話って結構さ、そういう世の中にいる変な人っていっぱいいるじゃん。例えばガイモンさんって言ってさ、宝箱に詰まってるおじさんがいて、で、なんでこの人森から追い返そうとしてるんだろうって。で、聞いてみて初めて、いや、俺昔海賊で宝箱にはまっちゃったけど、あそこに宝箱にっていうくだりがあるじゃん。これああいうことだと思ってんの。ドラマが生まれるっていうか、ストーリーが始まるっていうか、そういうのも結構楽しいんだよね。自分の中で。いや、今の話すげえ良かったな。さじ加減を間違えるとバカにしてると勘違いされるから。いや、それはね、目を見たりとか、俺ほら、怒られないでしょ、あんまり。で、変なリスナーが、ワドをバカにしてるだろうって言われるけど、当面の人から好かれたりするじゃん。関係が良好になるじゃん。それってね、簡単なんだよ。あのね、本気で聞くから。いや、バカにしてるんじゃなくて、本当に聞かせてくれっていうことをずっと、熱意があるから、俺の中で。やっぱね、そういうのはね、話してると伝わるんだよ。あ、あなたは冷やかしじゃないのねっていう。本物ねっていう。よくわからないおかしい人っていっぱいいますよね。いっぱいいる、いっぱいいる。で、多分ね、気づかないけど、そういうふうに自分がなってる時もあると思うよ。
周りから見たらこう思われてるんだろうなみたいな。いや、バレたかって話はめちゃめちゃ面白かったな。お母さんいいね。愛すべきお母さんだね。最近はどうファン？あ、ありがとう。よかった。今のお話よかったな。近所からおかしな目で見られてます。大丈夫です。自覚あります。仲間っつってね。いやー、いろんな人がいるよな。人って面白いよな。人って面白いな。俺ね、浅井さんって結構すごいと思って。なんかさ、世の中には何種類の人間がいるっていう決まり文句あるじゃん。その世の中には2種類の人間がいるって、もう使い古されたセリフでしょ。いろんなパターン聞いてきたじゃん。でも正直言うと、世の中には2種類が2種類の人間しかいないっていうさ、もう始まりの言葉を聞いた時にもう寒ってなるじゃん。もうその時点で寒いじゃん。だけど俺、浅井さんがそれを言い出した時に、やっぱ浅井さん天才だと思って、和道さん、世の中には2種類の人間がいる。ほうね、強いものと弱いものだとか、金持ちと貧乏人だとか、いろんなパターン聞いてきましたよ。浅井さんは何て言ったかっていうと、和道さん、世の中には2種類の人間がいます。選ばれと悟られです。あ、じゃあ、ごめん。選ばれと捨てられです。なんかすごくない？選ばれと捨てられっていう言葉の選択すごくない？和道さんは選ばれです。私は捨てられを何とかしますって言ったの。で、ちなみに石野は捨てられの方に入れられてた。石野はどっち？って聞いたら捨てられです。なんかね、哲学的で深かったんだよ。詩人だよね、浅井さん。俺は選ばれの方だった。石野は捨てられの方だった。不敬。選ばれと捨て、何に選ばれたんだろうね。何に捨てられたんだろうね。すごいよな。深すぎるよな。あ、はじめしゃちょーもこの音楽使ってるらしいよね。もしね、この聞いてる人の中でも、なんだかよくわからない話私もありますよと、みんな聞いてよっていう話あったらね、ぜひ一つかけてきてください。もう何の話なんだこれとか、この話ちょっと聞いてっていう、もうどんなグダグダな話でもいいですよ。はい、ぜひ募集してます。うん、頑張れよ陽平くん。
チャンスつかめよ。まあ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 、よくわからない話で言ったら、まあこのシンプル、すごくシンプルな話なんだけど、まあ母子家庭ですよ。僕の家は母子家庭で、機械音痴なんですよ、みんな家族が。でまあ俺ほらさ、パソコンとかさ、スマホとかゲームとか好きだから、比較的そのまあ家族の役割ってあるじゃないですか。まあ料理が得意ならお母さんとか、洗濯物は妹の仕事とか、まあお風呂掃除は誰々とかあるんですよ、家庭には。でまあ和道の役割っていうのは、まあ家電製品とかはまああいつ詳しいなみたいな感じだったんですけど、まあまあまあそういう役割があって、でまあそれぞれさ、独特な家庭のルールってあるでしょ、ローカルなルールって。で我が家にもあるんですよ、独特なルールが。テレビのリモコンなんですけれども、まあ皆さんテレビありますか、家に。テレビのリモコンちょっと手に持ってもらいたいんですけど、我が家の家訓はですね、赤い電源ボタンと、数字のついてる、チャンネルボタン、それから音量ボタンですね、その3つ以外のボタンを押すとテレビが爆発するから押すなって教えられてましたね。母親とか父親とかが、機械が疎すぎて、なんだかわからないボタンを押すと、テレビが、元に戻すことができなくなるから、子供たちに何て教えてたかっていうと、もう、これ以外のボタンを押すと爆発をすると、テレビが。絶対に触るなと。そう。もう、それくらい機械音痴だったの。だから、もう、極端な話なんだけど、ビデオを見るときはどのボタンを押したらいいか分かんないから呼ばれるの。高光っつって。ビデオを見るからとか。高光、弟がプレイステーションをやりたがってるからやってあげてって。何回説明してもダメなの。だって、初めてファミコンを買ってもらったときに、ファミコンって昔さ、ぐさって、今スーファミとかプレスでぐさって刺したら繋がるじゃん。昔ってハサミで切って配線を、で銀の膜、銅の膜があるんで網があって、それをめくって、それをファミコンにつなげるアダプターみたいなのと、それを親父ができなくて、説明書見ながらなんかファミコンぶん投げてたからね、あーって言いながら。それくらい機械苦手でしたね。はい。ドレさんが放送で壊れてる。放送で壊れてる。どうした？なんか今日やばいな。どんな感じなんだ。なんだろうね。あ、そうですか。まあやっぱ家族の話は面白いよね。家族の話は面白いですよ。いろんな家庭があって、いろんな考え方があるっていう、いろんな価値観がある。あっち米が多いから目をつむってる。まあ悟ったんだ。ああ壊れたね。あ、ついに配信者が壊れた瞬間だね。アンチコメントが多すぎて目をつむって雑談をする。ああなるほど。なるほど。ドレさんはアンチコメントが多すぎて、ついに目をつむって雑談をし始めるって、もう聞きすぎだね。聞きすぎな話だね、それはね。ありがとうございます。あ、壊れちゃったんだ、ついに。まあいつか壊れるから、配信者はいつか壊れますから。あ、教授だね、ニルバーナだね。一人の配信者が壊れた。
や、見ないです。トレーニングで目を怪我して聞けないから目を閉じたまま配信して、ここすっとばかりにアンチが湧いてるだけ。いや、すごいね。目を閉じて雑談をするっていう発想は俺にはなかったね。新しいね。うん。すごいね。統合失調症だからね。統合失調症。病人ですよ。ただの妄想だけで繰り広げる一人語りの放送だから。あー、悟ったな。悟りだな。それで喋れるからすごいよね。寝言ですよ。まあ配信者がね、全部何を話してるかっていうと、寝言ですから。もう目をつぶっててもコメントが読めるんでしょう、多分。目をつぶってても、コメントが読める。うん。うん。コメント書いてたんだ。すごいね。元より壊れてるように見えてたから、何のこっちゃと思ったら目が壊れてた。すげえな。書きたい放題だよ。でも原始的だけどすごいよね。目をつぶったら嫌なものは見なくて済むっていうさ、なんかすごいかっこいいよね。目をつぶったら見えないぜっていう。新しいね。配信会長いけど、目をつぶったまま、なんかこう、北斗の拳とかの技でありそうだもんね。お前のコメントは全て見えてるみたいな。大丈夫。俺は、俺ぐらいになると、俺ぐらいの配信者になると、もう何も見えてるぞと。すごい、境地だよね。なんかラスボスを倒す時の技でしょ。グラップラーバキもね、ハンマーユージロー戦う時目をつぶってね、カウンターやってたもん。目をつぶって、そう、浴びせ蹴りやってたからね。でも配信はしたい、ね。花火も気づくのかな？花火上がったらどうなるんだろうね。花火に気づくのかな？なんで目壊れたの？そもそも。目が壊れてるのになぜ配信すんだよね。あ、ジョジョのワームーとか、シューとかだね。うん、中二病こじらせた感じがすごいよね。花火は見えるんだ。花火だけは見えるんだ。都合のいい目だな、おい。うん、ちょっとトイレ行ってくるわ。はい、ただいま。いやー、面白いね。今日も愉快だね、ふわっちは。今日も愉快だ。延長大丈夫な？あと7分ってなってるけど。大丈夫なの？うん。乳首見えてるから。どれさん、乳首見えてるから。いや、病気だよね、ここまで行くと。もう妄想でしょ。感謝の妄想だよね、本当に。この前延長失敗しないかな、タイマ。病気だよ、病気。うん。
なんで胸はだけてんだよね。アンチを特定したら間違えた。面白いな。腹痛いだよ。うん、いやー面白いな、ほんとこの人。いやーすごいよね。頭おかしいよね、ほんとに。ほんと頭おかしいよな。休めよ。ね、なんで目ダメになったの？座頭市とか言われてるし。座頭市だよね、ほんと。何？服が、ボタンが付けられない設定なの、これは。今は謝罪してる。何に対して悲惨なんだ。アンチコメとか気にしないっていうのは嘘だよね。うん。いや、座頭市は面白いね。なかなかいいコメントだよね。座頭市っぽいもんね。こうやって、座頭市でしょ。うん。うん。座頭、本当は見えてる。多分、そう、最後の5分でわかるんだよ。てか、延長できるの？延長できるの？うん、ちょっと延長どうする？俺が気づかせてあげた方がいいかな？やめた方がいいか？本人のネタ壊すことになるか？めくらに花火。うん、この息まで来たのか？みんなおちょくってるよ、ほんとに。罰が当たった。アンチ特定間違えて謝罪。コメント見えなくてすいませんって言ってた。いや、ネクストだね。なんかもうすごいところにいるね、今ね。すごいところにいるね。かっこいいもん、なんか。今日のドルさん、今まで見た配信者の中で一番かっこいいかもしんないわ。このネタは思いつかなかったな。このネタは思いつかなかった。いっちゃんがね、パソコンから音出ない、聞こえないは聞いたことあったけど。いや、このままちょっとさ、延長失敗するかどうか試そう。あと4分だから。延長失敗するっていうオチかもしれないから、これは。あと4分で。だから教えちゃうと、ネタバレになっちゃうから。俺が LINE でピコンってメッセージ送った瞬間読んじゃったらさ、ネタ潰すことになるから。ちょっとこのまま放置してみようよ。多分ね、延長はちゃんとできるから。延長はちゃんとやるから、このネタは。うん、で、できるんかいっていう流れだと思うの。うん。まあ確かにね、棒読み使わないところが卑怯だよね。その、プロだよね。だって棒読み使ってできるんだもん。ずるいわー。ずるいわ、本当は見えてるのに。ずるいわ、この人。乳首も見せてずるいわー。うん、30分間喋り通すのか。今ピカソがどうのこうの言ってる。ピカソがどうのこうの言ってんだ。うん。うん。結局は配信始められたしね。いやだからもう覚えてたんでしょ。どこにアイコンがあって、で、どこにこのボタンを押すと勝手に始まるって。もう気配とか。なんか音とか聞くんじゃないの、こうやって。そのプログラムの、ああ、今動いてるわ。絵面が座頭市だからな。4分だから消えても話してるの。いや、わかんない。あと3分でしょ。だからプツって切れんのかな。どういうオチなんだろう。延長ボタン押さないといけないのよ。これ表示されてるってことは。ドルさんが携帯触るはずなの。うん。だから、あと2分、あと1、あ、あと2分だね。あと2分でそろそろ押すはずなんだけど。でも、わかんないよ。ドルさんクラスになったらもう、そのまま30分でも4時間、だから、本当に見えてなかったら4時間喋り続けるんだよ。誰も見てない部屋で。あの部屋の中で4時間ずっと喋り続けるんだよ。わかる？さすがに10分ぐらい経って放送始まんなかったら電話かけてあげよう。ドレさんって。
放送終わってますよ、10分前にって。そうしない？ドルさんもう放送終わってますよって。そしたら俺で、出るわ、出番だわ。さすがに。リスナーのために電話しよう。いや、ドルさん終わったから。あと1分。どうなるのかな？あと1分。あと1分。これは一回切る流れだよな。これは一回切れてほしいよね。ここでボタンを押しちゃったら、まあ正直冷めるよね。いや、楽しみだ。あと1分30秒。さあどうなるか。心眼で配信中。かっこいいな。かっこいいな、ドレさん。座頭市でしょ。あと1分。すごいな、この人。この人すごいわ。あ、来たよ。あと50秒。あと1分。この手法はずるいよ。あ、切れるな、これ気づいてない。これはずるい。じゃあ放送枠が切れたら電話しようか。枠が切れたら電話しようか。あ、30秒。あ、これずるいわ。これずるいわ。これずるいわ。やりきるつもりだ、この人。ずる。汚ねえよ、本当に。汚ねえよ、本当に。あー、これ終わるわ、このまま。やりきったか、30分。やりきるつもりだ。はい、おめでとう。すごい。これは新しい。これは新しい。はい、新しい。新しい。やりきった。いやー、ずるいで。電話かけますか？電話かけますか？やりきったな、この人。あー、神回。ドレさんに電話しよう。ずるいよ、この人。ずるいよ。この人ずるいよ。ずるい。これはずるい。面白すぎるもん。ずるいわ、この人。いや、もうめちゃめちゃ面白かったよ。いや、八つ当たりじゃないよ。ここは電話かけないと。ここは電話かけないとダメな流れだから。これはもう振りだから。ドレさんの。え、ていうか、本気でまだ語ってるんじゃないの？気づいてないのかな？もしもし？はい。ドレさん気づいてる？ん？終わってんの？終わってるよ。そうなの？ずるいよ、そんな新しいネタ考えてたの？いや、全く見えないけど、今日やらなきゃいけない。何その、座頭市って呼ばれてるよ、今。だって見えないんだからしょうがないじゃん。え、なんで見えなくなっちゃったの？え、スパーリングで目怪我した。なん、休みなさいよ、放送。だって大阪行くのに金がないんだもん。なんでちょっと怒ってるの？いやー、困ったなと思って、落ちたのもわかんなかった。なぜ落ちたんだ？いや、違う、延長ボタン押してないからだよ。ああ。で、みんなでもう見守ってたの、実は、2ウィンドウで。ドレさんがすごいことになってるっていうので、もうみんなで2ウィンドウで、ドレさんはもう配信会の境地に達したと。で、このまま延長できるのかどうかを見守ろうって言って。まあ、切れたから、まあ、ドレさんリスナー待ってるだろうから教えてあげてっていうことで電話かけたの。頑張ってください。延長ボタン押せないからどうしたらいいんだろう。いや、延長ボタン、自動ボタン、自動延長ボタンあるじゃん。だってチケットの買い方が今、目が見えないから押せないよ。何これ？あ、30分ごとに気合で。じゃあ30分ごとに電話かけてあげようか、俺。残り1分。残り1個鳴らして、うん。1回鳴らしたら、でも落ちちゃうんだよな。どうするの？
じゃあ、もし、あれだったら教えて。でも、俺の放送中ずっとそれはやるわけいかないいかないから、リスナーさんにお願いしなよ。じゃん。だって、LINE 交換してる人いないもん。え、リスナーさんにいないの？うん。いいよ。あれはタイマーとね。か うん。なんか考えるよ。なんか考えて。でもね、すごい俺はドレさん大好きになった。今日のドレさん、すごいかっこいいよ。タイムシフト見たら。あれはどうなんだろん？う。読み上げにすれば、延長とか出いてや、こない。もうね、読み上げが追いつかないぐらいリスナー盛り上がってる。だから、読み上げ入れると多分喋れなくなっちゃうと思う。ああ、うるもさくて。う、そう。だから今の感じで配信、もうだから、ドレさんクラスになったらもう30分大丈夫だよ。押せるよ。そろそろだっつって うん。頑張ってくちょっとだそされやってみよい。え、じゃあ、ドレう。あさん、と、ずっと喋ってたの？わっきれた後。今ずっと喋ってた。もう病気だよ、病気。途切れることなく。目大丈夫なの？治るの？治るよ。明日には治るよ。こんなんしょっちゅうだから。そっか。お大事に他なのさ。ことはその、たった1日か2日やっても2日だから。了解です。お大事になさってください。ありがとうございます。はい、失礼します。いやー、さすがだね。気づいてなかったんだ。閉じた枠。目を閉じ、枠を閉じ、一人で喋り続けるって配信者の鏡でしょ。目を閉じ、枠を閉じ。それでも俺は喋り続けると。いやー、要介護だよね。スパーリングでやられたと思って。いやー、面白いわ、今日のドルさん。いやー、笑うでしょ。あ、乳首見えてるのも言えばよかったな。乳首見えてるのも言えばよかったな。ずるいよね。またね、明日には治るよっていう絶妙なね、絶妙な設定もいいね。明日には元に戻るっていう。すごいね。配信の歴史長いけど、目をつぶったまま雑談する人を俺は初めて見たよ。じゃどうやって枠開いたんだよって話になってくるからね。あんまり突っ込まないであるよね。大阪行くためのお金が欲しいんだって。 大阪行くために花火が上がんないとダメなんだって。いくら稼いでもね、貪欲だよね。ドレさん始まんないね。ウナの放送のディスが効いたのかな。 わかんないけど、なんかちょっとメンタルもやられてたね、若干ね。もう汚ねえよな、あの手この手だかんね。めくらっつうか座頭市だね。本当は見えてるくせに。女に使ったっていう嘘をついてるね。女から金をせびられて、女に騙されたっていう設定になってる、今のところ。今、老後の資金稼がないとだしな。俺ね、ドルさんはね、年取ってっても稼げる美味しいキャラだと思うよ。あ、ギネス級の寝言だったんだ。俺ちょっと今回のタイムシフト見ないとっていう感じだね。昼はすぐ枠閉じたみたいですし、2日で目は治らないでしょ。いや、だからだからあの人は、今日の配信で俺は全部チャラにしようと思った。なかなか枠開かないね。どうするつもりなんだろう。目をつぶってたら延長できなかった。知ってる知ってる。全部見てたよ、俺らは。過去最高のアクティブだった。いや、コメントバンバン飛んでたもんね。ドレさんの枠だと珍しいよね。俺もやってみようかな。ちょっと俺も5分だけやってみていい？俺もやってみていい？俺も試してみていい？だってドレさん30分やったわけじゃん。俺も目をつぶってやってみていい？初見ですって打った瞬間枠切れた。ちょっとやってみようかな、俺も。いいですか？トライして。俺、どれくらいなんだろう。何分喋れるかな？多分ね、ドレさんはね、過疎時代が長いから、コメント少なくてもできるんだよね。じゃあ、15秒後に話しましょうか。
ちょうど100人、100分になってからどれくらい喋れるかやってみます。喋ろうと思ったら無限にできるんだけど、面白いかどうかはまた別問題で。いや、読みたくなるでしょ。だから、ドレさん、行きます。はい。だってさ、ずるくない？ドレさんがさ、目が見えてるってさ、そんなの嘘に決まってるじゃん。スパーリングっつうの？ ありえねえよな、どう思う？ いや、わかるわかる。絶対不可視だっていう。だけど、俺、配信者にとって、そういうのってすごい重要だと思うのが、なんつうの？それでも配信やりたいっていう心意気があるわけじゃん。心意気が。だからさ、なんつうんだろう。俺はプロ根性を感じたよ。さっきのドルさんの座頭市放送に。で、あと悪ノリっつうかさ、隙を与えることによって、コメントを自由に書けるっていうかさ、悪ノリが始まるじゃん。で、なんかニコ生っぽいっていうか、なんか、本当に新しかったね。で、コメントもやっぱ、秀逸だったっていうか、座頭市だろうとかさ、心眼で配信中とかさ、定期、もうなんかリスナーと噛み合ってた。で、花火が読めるっていうのも、あれだな。よかったよな。あ、でもね、目つぶってわかるけど、コメント実際見えてないんだけど、正直言うと、そんなに変わらないわ。なんでかっていうと、俺今ね、心でコメント読めるわ。大体今どんな感じのコメントになってるのか、大体想像つく。展開が読める。だから、キャリアが長い配信者、要はね、これができないとダメなんだよ。これね、いいトレーニング法かもしれない。仮想配信者は目をつぶって30分間喋れるんだったら、成立すると思う。そんなに影響ない。むしろね、喋りやすいっていうか、ポン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 頭の中で話題が出てくるから、なんかね、普段よりも喋りがしやすいっていうか、逆に乗ってる時ってあるじゃん、自分の頭の中で話が止まらなくなるっていうか、そういうね、状態に近づいてると思う。で、俺の予想だよ、俺の予想なんだけど、俺の体感時間だと今3分喋ってる。今3分きっかりだと思う。そろそろ目開けていいっすか？あ、もうちょい喋ってみようか。今俺が3分喋ってるんだよ。で、多分俺ほらキックボクシングもやってたから、3分1ラウンドっていうの体に染み込んでるんだよ。だからね、間違いないと思うよ。今3分喋り切ったところ。どうなんだろう。アクティブは上がってんのかな？俺の場合多分そんなに盛り上がらないと思うけどね。俺の場合そんな盛り上がらない。あ、でもね、新しいな。目が見えなくても配信ってできるんだな。どうだろう、閲覧はドレさんが放送始まったから、さっき200ぐらいまで行ったけど、ドレさん放送始まって、閲覧はだいたいね、180ぐらいかな。20、いや、もっと落ちてるか。163人。アクティブ163人で、コメントはそんな流れてなくて、で、今100、104分ぐらいかな。さっきに1分プラスして104分。じゃあそろそろ目開けます。全然違う あ、今目開けました。全然違かった 光を失った寄り目とか 目隠し？ラップしかない。あ、こんな感じなんだ。アクティブはどう？あ、そんな、ドレさん放送始まった。いや、でも、そんなに影響なかったよ。でも、ドレさん放送始まらないじゃん。やってごらん、これ配信者なら。結構面白いよ。開始ボタンが押せないって見えてない。あー、なるほど、なるほど。ドレさん今日無理かな。ドレさん今日無理かもしんない。花火だけ見えた あ、のんちゃんハートたくさんありがとうね。今日じゃあドレさんお休み？馬刺しさんいらっしゃい。今やってる企画はですね、なんだかよくわからない話のとつまちを募集してます。よろしくお願いします。ドレさんに配信始まってるって。あ、もう今喋ってるのかな、もしかしたら もしかしたら今雑談してる可能性あるよね、部屋の中でね。
なんかリア凸しようかな。リア凸してドアガチャって開けたらさ、パソコンに向かって、いやよーっつって。いや、だからさーとか言ってそうだよね。2時間ほど前に水に合う枠でコメントバンバンしてたドレさん。いや、汚ねえよな、ほんと。汚ねえよな、見えてるくせにな。なんだかよくわかんない話。いろんな凸がかかってきたんだけど、さっきリスナーさんが言ってたのは、久々にお母さん実家に帰って料理をしてたんですよ。ほんって。そしたらカセットコンロ、カセットコンロじゃなくて、家のコンロが壊れて火がなんか暴走してたんだって。で、その女の人はお母さんに対して、このままだと危ないよって、火がすごいついてるよって言ったら、お母さんが一言、バレたか。実は、一回火だるまになったんだよねって言ったんだって。っていうようなジャンルの話を募集してます。バレたかってなんだよね。 そういう、なんだかよくわかんない話を。ドレさんに電話？始まったんでしょ？ザトウイチ来た？なんでこんなラジオ放送なの？ 汚ねえよ。 今度ラジオ放送かよ。これはラジオ放送じゃない方がいいのにね。よくわかんねえな、本当に。そう、なんだそりゃっていうね。コメント読まれた。じゃあ見えてるんだろうね。でも、ちょっと、ラジオ放送はないわ。ラジオは汚いよね、ちょっとね。はい、ドレリスナーさん、どうぞ、お帰りなすってください。いや、なんだそれだよね。ラジオ放送か。汚ねえな。でも流れ変わっちゃったよな、ちょっとな。流れ変わっちゃったよな。ちょっと顔が面白いし、顔をいじりたいっていうのがあったから、ちょっとこの判断はミスだよね。なんでラジオに設定できたのか問題が出てくるから、ちょっと冷めちゃうよね。さっきがピークだね。いや、大阪行く金ぐらいあるでしょ。ちょっと残念な判断かな。ちょっと美味しさは半減しちゃったよね。いやー、センスが出ちゃうんだよな。まあでも、さっきのネタは引っ張れないよ。さっきのネタは引っ張れない。いや、今のはね、さっきのは職人さんが動画が決定するような内容だったと思うよ。花火に気づいちゃったか。じゃあまあ、ネタバレしちゃったんだ。ちょっと美味しくないね。まあでも30分引っ張るのが限界だよ。さっきのは。網膜だから再生力が強い。もう治ったっていう設定なんだ。 なるほど。この10分間休憩したら見えるようになったっていう設定なんだ。面白いね。乳首ステロイドで女みたい。女みたいだった。なるほど。乳首肥大化現象ね。ドレさん、ステロイドとかやるのかな。雑草みたい。いや、さっきのは面白かったね。天才だね。天才だわ。誰か、有名な脚本家がついたのかなっていうね。いいシナリオライターがついたようなさ、秀逸な台本だったね、今のは。面白いな。やっぱりどれ、目つぶってて配信切れてるの気づいてなかった。いや、わかんない。 まだおいらっしゃい。
もしよかったらアイテムでご支援いただけると嬉しいです。とんだメンヘラじじい。っていうかね、最近のドレさんはちょっとメンヘラ具合悪化してるよね。LINE かけてあげたよ。見えてないって言ってたよ。目をミュート機能は新しいな。目をミュート機能はすげえ新しいよね。かっこいいよ。あ、ありがとう。延長台の足しに。カオスありがとう。バガありがとうございます。最近ちょっと部屋っていうのね、ちょっと聞いてるっつうかね、言動が一致してないんだよね。収入下がったっつっても、今もう半分で50万ぐらいになってんだよ。全然稼いでるよ。全然稼いでる。むしろね、やっぱね、一回配信者ね、100万超えるような思いするとね、やっぱ良くないよな。俺も含めて一回稼げるようになると味を占めちゃうから。だからね、俺松本人志のテレビ番組見てて、4時ですよーだのメンバーが帰ってきた時に、1回のギャランティー、4時ですよーだのギャランティーって、前説が2500円で税金引かれて、ん？アメリカ人？お、電話かかってくるか？もしもーし。あ、こんばんは。こんばんは。どうでもいい話なんですけど、ちょっおー、と、ネタですか？ありがとうございまいや、す。ね、ネタ、ネタっていうんじゃなくて、やっぱりちょっと博識が高い和道さんにちょっと、これどういうことかなっていうご意見いただきまたくて、ちょっとリスナーから声が上がったんで、ちょっと電話させてもらったんですけど、ぜひぜひよろしくお願いします。某配信者さんが、いや、ほいって言うじゃないですか。ほう、はい、いまワすンね。ツー、ワンツー、いや、ほーいって言うじゃないですか。言いますね。あれは、もともとオリジナルじゃないですよね。他の配信者やってましたよね、イヤホイっえ、て。そうなの？俺、ドレさんがイヤホイだ、オリジナルだと思ってたわ。なんか、リナネコって配信者と、アムチンさんって配信者が先にずっとやってたっていう感じがするんです。そうだったんだ。はい。知らなかっあとた。もう一つあるんですけど、その配信者さんが、なんで今日盲目設定で配信してるんですか？目をつぶって。なんか、盲目なのに配信ボタンつけれるのがちょっとよくわからないので、なんでこの胸を広げてるんだろうなと思って。すごいよね。一説によると、アンチコメントに聞きすぎて、アンチコメントを見ないために目を閉じたっていうのが有力な説だね、今。ああ、なるほど。そうだよ。あれですね。なんか北斗の拳とかでもですし、なんか漫画とかでもう目が見えないやつは最強説とかあって、だからコメント欄に書いてあったのは「座頭市」って書いてあったね。本当あれですね。この野郎、バカ野郎ですね、本当あれはずるいよね、ちょっと。ねえ、やっぱり枠終わって30分で切れちゃったの、さっき。で、電話かけたのよ。リスナー待ってるだろうから。そしたら、まだ、目が見えない設定続けてたからね。ああ、今、もしかして枠閉じてる？だけど、なぜか知らないんだけど、10分後に配信再開されたら、なぜかラジオに設定はできてるっていうね。そう。で、なんでラジオにしてるんですか？ラジオするんですか？いや、だからよくわかんなくて、で、リスナーに聞いたんだって。で、花火上がったら、なんかコメント読めてるんだって。で、リスナーに どういうことって聞いたら、リスナーが教えてくれたのが、いや、なんか瞬膜、網膜が傷ついただけだから、再生力が強いんだよね って本人は説明してるんだって心が傷ついたんですか？網膜が傷ついたんですか？ いや、俺はね、もうね、結論から言うと病気だよねっていう、精神病だよねっていう結論に至ったね。デパス飲む系のやつですか？デパス飲みすぎて、おかしくなっちゃったっていうすごいな、やっぱりな。ね。やっぱすごいな。やっぱ深夜食堂だけあってメニューが豊富だな。メニュー豊富だよね。俺はちょっと今日、ドルさんの 裏メニュー見たときに、やっぱすげえな、この人って思ったよね。あとな、もう一つだけ、ご教授をいただきたいんですけど。最近なんかお酒を飲んで、やたら
引退をするとか、活動を配信休止するっていう人は増えてるんですが、なるほど。なるほまあ、ど。和道さんも経験あると思うんですが、うん。いちやいょっとご教授、ちょっと教えてもらいたいなと思って。や。なるほどね。あのね、やっぱ先駆者じゃないですか。先駆者っていうかね、なんて言うんだろう。ドーピングって呼んでるね、俺は。あ、ドーピング。そう、配信会にはドーピングがいくつかあるんだけど、はその中の1個だね。うん、い。ああ、そう。例えば他に何かドーピングってあるんですか？ドーピングは、だからいろいろあるよ。うん、いっぱいある。例えば引退詐欺系じゃないことっていうでしょ？まあ、警察沙汰にしろ、まあ、携帯の料金払えれな携い帯とか、の料金 財布落としたゲーとかですか？財布盗まれたって騒ぎ出したりとか、あそう。あと、予期せぬポロリがあるとか、まあ、使い古されたあ。あ、そ電れ波はで。ドーピングってやつ、反則ですね。そうそう、それはドーピングなの、配信会の。ああ、なるそう、ほど。同業に嫌われるやつなんだよね。いや、なんでそういう人に限って、絶対3時間から24時間以内に復活するのはなんでなんでしょうか？ あれが、そういう人に限って、先駆者の和藤さんに聞いてみたいなと思って。なんだろう。閲覧が増えるじゃない？やっぱり。うん。だから、待ってる人がいるって勘違いしちゃうんだろうね。やらなきゃっアイドル、て。アイ、あ、やらなきゃいけないってやことらね。なきゃって。待ってる人がいると、やっぱ帰りたくなるというか。あ、じゃあそうなると、やっぱ深夜食堂さんはやっぱ見えない詐欺っていうのは、もう詐欺の最先端になるっ詐欺てのことで最す先ね。端。まあ、最先端詐欺ですね。新しいジャンルを確立したんだよ、たった今。それってでも、そういう団体から、抗議とか行かないんですか？いや、でも、俺は囲いたくなったね。やっぱ目が見えないドルさんを、守らなきゃってなったよね。じゃあもうあれですね、ステゴロ2出れないですね、目見えあ、ないそうから。だね。出れないね、ドルさん。残念です ね、残念こだれもね。便所さん報告しとった方がいいでそうすだね、そうだね。残念ながら、看板選残念手ながらが。ドレスさん、盲目になっちゃったね。そうステゴロ出れまそうそう。そうそう。せんと。もうこれからは片輪のジャンルでやっていくから、ドルさんは。ああ、うん。片は久しぶりに聞いた。片輪配信者だから。まあ、ね、ちょっと目がぷっぷくぷになったため、ちょっともう出れませんと。そう、残念片だ。割ってちょっとよろしくないんで。あ、でもね、新しい方法がある。対戦相手も目隠しをして戦うっていう、見えない同士の戦い。スイカ割り方式みたそういなそうそう。二人でリングの上で、目を縛って、で、ね。戦わせるっていうのは、俺はありだと思うね。ああ、なるほど。トレさん、俺はお金が取れるトークをするからなって言って、やっぱファンタジスタですね、ある意味。ずるいよね。汚いよね。汚いっすね。じゃあ僕も明日動かんようにしようかな。ああ、ちょっと病院でギブス巻いてきます。いいね、いいね。だって、俺、金梅さんが結香さんに殴られた時さ、手術したの知ってる？手術配信、唇縫う配信。あれ、金梅さんに聞いたけど、実は手術必要ないって言ってたからね。それもあり、やってることが市橋容疑者と変わらんじゃないですか。もう整形と市橋が自分で縫ってあげるやつと変わらんじゃないですか、やってること変そわれ。らん。もう閲覧なんがか、上がるなら何でもやるから、あの人たちは。やばいな、やっぱあれですね、やっぱ某配信者が、俺は努力してるのに、努力をしても報われないって言ってましたけど、やっぱあれですね、もうそれ以上のことをやってるんですね。やってるんだね、みんなね。もで、リスナーさんがやっぱこれをちょっとワードさんにみんな聞いてみてっていうことで、ちょうど突如やってたんで、ちょっと聞きたくなって連絡しました。もうありがとう。素敵な貴重な話ご意見を。ありがとうございました。またコラボしましょう、ぜひ。何かの企画で。あ、っていうかあれ今か。度、サバゲーか。まあ、サバゲーですね。もうあるしね。今度池上と荒野とノエルと座談会をします。俺も呼んでよ。来たいですか？絶対朝まで沼って委員会っていう、俺、ゆいがさんのパロディーをやろうかなと。俺そっちの方が出たい。
スカイプ会議なんですけど。うん、やりたいやりたい。ぜぜひ、ひぜひ。じゃあ、うん。お願い。じゃあ、再出演でいいから、10分ぐらじゃあ、ヌマリストとしてお願いします。よろしくお願いします。沼代表で。じゃあ、ありがとうございました。じゃあ、はい。やっほーい。やっほーい。 いやー、すごいね。アメリカ人喋れるんだよね。前から気づいてたけど、アメリカ人は喋りにシフトしたのは良かったと思うよ。キャラも面白かったけど、アメリカ人のキャラの、今の方が伸び伸びやってていい気がする。じゃあ私はそろそろ寝ようかな。皆さん本当にアイテムたくさんありがとうございます。ドレさん、あっぱれでした。勉強になりました。それでは皆さんお疲れ様です。また明日。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん、もう。